ポケモン都市伝説とは、長いポケモンの歴史の中で不可解な点だったり、そこから広がりファンの中で生まれたものもあるという、公式が意図として入れたものではないかという設定、また公式が認めているものもあり、ポケモンの中で最も謎に包まれたもの。昔のカスメのセクシーさは異常だった。皆さん先に謝っておきます。今回はかなりモザイク多めなのでご了承ください。カスミといえば特徴ある一つ結びでタンクトップにショートパンツを履いた元気な女の子ですよね。こんなカスミですが、過去の漫画では今と違って、まあ今も大概なんですけど、めちゃくちゃセクシーだったんです。その姿がこちら。え、これ本当にカスミ袋丈短すぎじゃない？コロコロコミックで電撃ピカチュウという漫画があり、この中のカスミは10歳ではなく12歳という設定で、髪は黒髪でした。モザイクはかけさせていただくんですが、今のポケモンを考えたらありえないシーンがあります。こちら、これもさすがにモザイクかな。しかしこのセクシーなカスミは漫画の途中でモルナがアニメの姿と全然違うということで変更になりました。理由は大人の事情だそうです。いや、これはさすがに怒られる。マジで気になる方は調べてほしいんですが、本当に今のポケモン考えたらありえないです。ちなみにさっきの水着姿のカスミですが、英語版の電撃ピカチュウではセクシー水着ではなくウェットスーツに変更されたそうですよ。まあそうだよね。まあでももう一回言いますけど、今も大概ですからね。ビリーダマの都市伝説。野生のポケモンはモンスターボールを投げて捕獲しますよね。しかし捕まらずボールから出てくることは時々あると思います。投げたボールはもう戻ってくることはできませんし、放置しています。拾っているトレーナーは見たことがありません。その時に放置されたモンスターボールがやがて時を経てビリーダマになると言われています。あ、ではみんな大好きワンパチは、特製玉拾いで拾ってきます。イルルマン。図鑑説明ではこう書かれています。ポケットモンスタールビーの図鑑説明では、モンスターボールを作っている会社で初めて発見されたと書いてあります。また生息地が主に発電所であることから、電波を受けたモンスターボールがビリー玉へと変化していることが推測できます。ちなみに捨てられたスーパーボールは色違いのビリー玉になるそうですよ。マスターボールとかだとどうなるんでしょうか。気になりますね。ポケモンの世界には普通の生物も存在していた。ポケモンの世界には様々なポケモンが生息していますよね。そんなポケモンの世界には過去に動物がいたことはご存知でしょうか。図鑑にインド像と比較するような説明文が書いてあったり、初期のアニメでも明らかにポケモンではない魚が泳いでいたり、絵本の右下を見ていただくと分かりますが犬がいたりと、このように過去には動物がいたことが分かりますよね。しかし今では全ての動物がいません。どこへ行ったのでしょうか。実は過去にいた動物は全てポケモンになっているのです。人間以外全て絶滅しています。ではどうやって動物はポケモンになっているのか。一説によると、ある夜突然我々の知る姿でポンと現れたそうです。しかし人間からは前いた動物の記憶は消えているだとか。怖すぎる。で、今わかっているポケモンの種類は896種類。めちゃくちゃ多いわけですが、初代の大木戸博士は151匹と言っていましたね。ポケモンシリーズの時間系列を見ても、初代から最新まで長くても何十年しか経っていないのに、倍以上の数のポケモンが増えていますよね。ということは絶滅している地球上の生物が増えているはず。もしかしたら人間もやがてポケモンに。というよりはもはやポケモン界の人間は人間の形をしたポケモンなのかもしれません。ルザビーダの歪んだ愛。ルザビーダはエーテル財団の代表で、娘は可愛い可愛いリーリエ、息子はグラジオです。エーテル財団とはアローラ地方で活動するポケモンの保護を目的とした財団です。アローラ中央部にエーテルパラダイスという人工島を設立し、主にポケモンの保護やウルトラビーストの研究調査などを行ってます。こう聞くとルザミーネは心優しい美しい女性なんだなと思いますよね。しかし裏ではルザミーネがスカルダンを雇い暗躍していたのです。スカルダンとはアローラ地方のならず者集団、簡単に言うと不良集団で、他人のポケモンを奪ったり様々な悪事を働く集団です。ルザビリはスカルダンに資金援助をし、ウルトラホールを開くためにコスモックを捕まえて研究していたほか、ウルトラビーストへの対抗策としてタイプヌルや専用モンスターボールの開発など極秘に行っていました。またウルトラビーストに対して異常なほどの愛情を抱いてしまいました。昔は優しいママだと言っているリリー。ではなぜルザミリはこのようになってしまったのでしょうか。その原因はお父さんを失った時に接触したウツロイドによるものでした。ルザミーネの夫モーン博士はウルトラホールを発見した方です。ウルトラホールの研究中に中に吸い込まれ行方不明になってしまいました。その時現れたのがウルトラビーストのウツロイドです。ルザミーネはきっとそのウツロイドと接触した際に神経毒を注入されてしまったのでしょう。ウツロイドの毒は極度の興奮と自我の解放を発生させると言われています。自分たちウルトラビーストを守るようにと心理誘導する作用も含まれている
ているようです。そのためルザビーレは夫を失った直後に豹変してしまったのです。神経毒によりウツロイドを守ろうとする感情は愛情となり、ウルトラビーストを愛するあまり娘のリーリエにはウツロイドと似た格好をさせたり、またルザミーレ自身はフェローチェと似たような格好をしています。比べてみると似てますよね。ゆがんだい。オーキル博士が抱えている闇がヤバすぎた。オーキル博士は関東地方のマサラタウンにあるオーキル研究所というところで毎日ポケモンの研究をしている博士です。研究者として優秀でポケモン図鑑を作成し、ポケモンをタイプで分類する方法を提唱したのもオーキル博士です。親しみやすい性格で多くの人から信頼されている人物ですね。そんなオーキル博士にはある闇が隠されていました。それはポケモンの数を偽っていたということです。大木の博士は関東地方から旅立つ少年少女にポケモン図鑑と御三家ポケモン3匹のうち1匹を渡し、自分はかつてトレーラーとして旅をしていたが年老いて旅ができないということで代わりに図鑑の完成を託すんですが、ポケモンの数は151匹いるというふうに伝えています。これは学会でも発表されているようですね。しかし実は大木の博士は151匹以上のポケモンを知っているのです。知っている証拠としては若い頃に京都地方のポケモンとたくさん出会っているからです。それがわかるのが劇場版ポケットモンスターセレビー時を超えた遭遇という映画です。ユキラリという少年が登場するんですが、その少年は若い頃の大木の博士であることが映画内で明らかになっています。ユキラリは京都地方の森果ての森という場所に行き、セレビーと出会いタイムスリップをして未来に行きサトシと出会いますが、そもそも京都地方に行っているので京都のポケモンには出会っています。しかも伝説のポケモンスイクにも乗っているんです。そう考えると大人になって151匹だと初心者トレーナーに言うのは謎ですし、ましては他の地方のポケモンと出会っているのに学会でポケモンは151匹と発表するのはおかしいですよね。ではなぜ大木博士ポケモンは151匹だと言ったんでしょうか。考えられる理由として一つは過去に出会ったのを忘れていた説です。まあ普通にありえないんですけどね。大木博士が今50代としてセレビーに出会ったのが40年ぐらい前の出来事になるので、覚えていないということもそりゃあるかもしれませんが、全部夢だったと思っているのか研究者としては絶対にありえないんですけどね。あと150匹以上いるのは分かっていたけど初心者トレーナーだからわざと教えなかった説。最初から800近くいると教えて伝説バンバン捕まえられても困りますし、やっぱり最初は少なく教えてポケモンの生存環境を保ちたかったとか、まだ関東地方のポケモンも知らないのに他の地方に行っても仕方ないという考え方もできますよね。その他151匹いる関東地方にって意味だったのかもしれません。まとめると結果大人の事情であえてポケモンの数を偽っていたのでしょう。ポケモンってまだまだ奥が深いですね。まあこんな感じでハルカット都市伝説総集編でした。昔の録音も編集も下手くそ。ちょっとでもこの話したらちゃんと録音してください。よろしくお願いします。ではまた次の動画ね。せーの、グッディー。